準々決勝はトーナメント方式などでの一つ前のステージでの8試合を勝ち上がった8名、または8チームによる準決勝戦への進出をかけた戦い。英語ではクー・ウター・ファイナルという。高校野球などにおいてはベスト88強とも、NCWA トーナメントではエリートトとも呼ばれている。毎年阪神甲子園球場にて開催される二大大会。 春の甲子園と言われる選抜高等学校野球大会と夏の甲子園と言われる全国高等学校野球選手権大会ではこの段階が一番面白いと言われている。これはかつて準々決勝4試合を1日で見られるからであるが2003年夏の甲子園大会からは高校球児の体力のことも考えて2試合ずつ2日間に分けて行われている。 2013年からは準々決勝の4試合を1日でまとめて開催して休養日を挟んで準決勝、決勝戦と流れていく。バスケットボールの国内主要大会では準々決勝からメインコートで行われる。ありがとうございます。